さん会いすぎしてありがとうございます。今日はなんか4時くらい、夕方の4時くらいに夜ご飯食べたんですけど、なんかお腹空いてないんで多分今日食べないで寝ます。こんばんは。今太ってるから食べちゃダメだ。こんばんは。キャランさんお疲れギフトありがとうございます。今日来てくださった方どれくらいいるんだろう。結構でも平日ではありましたけれども、本日かなりお席が埋まっておりまして、さやかちゃん大歓喜。こんばんは。初日お疲れ様、ありがとう。こんばんは。楽しかったけど、あの数を演じきるのは大変だと思ってね。思ったより役あったと思わない？え、それさ、マジでさ、定期的に出てくるよね。1個か2個空いたらさ、もうさやかちゃん出てくるよね。こんばんは。トメさんお疲れでした、ありがとうございます。全泊の宿泊施設までたどり着いた。お疲れ様。明日は楽しみだけどね。こんばんは。しゅんじお疲れ様、ありがとう。楽しかった今日も。でも本当にね、なんか出て着替えて髪の毛直して、出て着替えて髪の毛直して出てっていうのをずーっと繰り返しとる。こんばんは。まず早替えはないんですけど、そうバカ急ぎ着替えはないんですけど、なんかそうそんな感じです。明日の昼のために今天王座入りに着きました。お良きですね。こんばんは。明日来てくださる方よろしくお願いします。明日のライブパートどんなんだったっけな。セットリスト全然覚えられないんだ、毎日違うから。毎日朝確認しとる。こんばんは。銀河劇場見やすくて最高。確かに見やすくていいですよね。なんか一番後ろの席も結構近くない？一番後ろでもさ、私たちからお顔がしっかり見えるからさ、多分客席からもこう見えてるんだろうなと思って。こんばんは。めっちゃね出てます。今日なんか他のメンバーのツイッターに何回か上がってるんで、みんな見てください。今確認した感じだと、ゆうなちゃんと仰天ちゃんの LINE じゃない、ツイッターには映ってた気がする。こんばんは。でもね、七夕の衣装がめちゃくちゃ可愛いんですよね。こんばんは。全席が20メートル以内らしい。え、そうなんだ。へえ。こんばんは。1曲目の曲がエモかった。チーム4ってなった。そうか、さやさん、あの曲どっかでやったことあるけど、どこだったかなと思ったけど、チーム4だ確かに。なんかさ、そう仰天ちゃんとかとさ、なんかこの振り知ってるよねっつって、やった記憶あるけど、どこでやったか何でやったか忘れちゃったねって言ってたけど、チーム4だから、なんかセリちゃんとか仰天ちゃんとか、あれこれなんかやったことあるよねみたいな話してたけど、チーム4だったんだね。エモエモだね。8メンバーみんなショールーム始めたね。みんな家に着き始めた。明日ね、朝集合めっちゃ早いんだよね。私明日メイク一番最初なんです。だから早起き頑張んないと。今日ゲネプロからさ、初日までの間がさ割と空いてたからさ、なんか1時間ぐらい寝たんですよ。そしたらさ、なんか普通に電池切れちゃってさ、エンジン全然かかんなくて、最初さ駆け込んでいくんですけど、舞台の初めの方に、
めっちゃそこでエンジンかけるの超大変だった。ああ寝んの失敗だったわと思って。オツでした、ありがとう、こんばんは。大雨で電車が止まらないことになってます。確かに、もう早急に帰りたいよね、寝る準備したい。最前席センターだったのでサイレン近くて嬉しかった。嬉しい、ありがとうございます、いっぱい見てくれて。ワンバンコゲネプロもいろんな人が来た。そう、私が連絡しまくってみんなに見てほしかったから、連絡しまくって来てくれる人みんなに来てもらった。そうめっちゃ来てもらったよ。キョンマイの人も来てくれたし、2番目でもいいなの人も来てくれたし、そうね。今日ね、てか最近さ、そので話変わるんですけど、ゆうなちゃんとずっと一緒にいて、まあ、同じとこに出るあの何シーンも多いから一緒にいるんだけど、なんかゆなちゃんがななしちゃんと仲いいからさ、ゆなちゃんがななしちゃんと一緒にいて、実際もゆなちゃんといるから、まあ3人でいる時間が結構長いんですよ。それでね、なんか急にななしちゃんが3人で喋ってる時に、サリンっていい子だよねって言われて、めっちゃおもろかった。急にゆなちゃんにさ、サリンっていい子だよねって言ってて、そうだよっつって、めちゃくちゃ面白かった。なんかナナシャン的にはすごいなんかど真面目な子だと思ってたから、そのなんだろう、 逆にこう近寄りがたいみたいな、そう固い子なのかなってちょっと思ってたけど、めちゃくちゃそのフランクというか、そうだねっつって、でそうサイリンと仲良くなりたいってナナシャンに言われたんだけどさ、いやいやこっちのセリフと思って、サイリンの方が仲良くなりたいよって思って嬉しかった。そうゆうなちゃんがさ、やっぱさ仲良くなった人はさやがさ、まあファンの方もそうだけど、さやのことを知れば知るほど、あれサリンって真面目じゃないなってさ、みんな気づき始めるんですよ。私とのその心の距離が近くなればなるほど、うんサリンなんかあんま真面目じゃないぞってね気づかれるんですけど、そうゆうなちゃんがそのサリンね、そうそんなにあれだよ真面目じゃないよって言ってて、それも笑った。間違いない間違いないと思って、6時起きで8時台の新幹線で行きます。やば、6時起き早起き頑張ろうね一緒に。さえはさすがに6時には起きないけど。こんばんは、撮影タイムとアップで撮れて、おありがとうございます。でもさ今日なんかめっちゃ太っててさ、撮影タイム多分みんなすごい綺麗に撮ってくれても、私のポテンシャルが低すぎてちょっとごめんなさいって感じだった。ごめんね。ゆなちゃんと掛け合いが多いっていうのがよくわかったね。めっちゃずっと喋ってるよね。そう。その通りだけど、どんなフォローやねん。いや、それな。めっちゃおもろかった。そう。楽しいね。そう。だから、なんか、ななしちゃんと仲良くなれてるのも嬉しい。ね、ななしさんにさ、ななしちゃんに、いや、私怖い？って聞かれて、全然って全然っつってね、そうおもろすぎ。さやの膝今ね、なんかわんぱく小僧の膝みたいになってんの、ほらわんぱく小僧の膝。右は綺麗なんですけど、左足だけわんぱく構造の膝になっちゃった。いてててててて。うん。友達感覚で話せる親近感のあるアデル高橋さん、こんばんは。こんばんは、ありがとう。カメラデビューしたからこの機会にレベルアップして、お、キスバイエイトで修行を積んでいこう。先生さん、この口内炎一生治らなくてずっと喋りづらいんだけど、なんなら
なんかここにもこことここにこのやってめっちゃね喋るときに歯が当たるからずっと口の中痛い。青タン、中野の方言だと黒根って言うんだけどね、青タンのこと、青あざのことを長野の方言では黒根って言います。もう黒根とか随分使ってないの。小学校の時はよく言ってたけどね、やばいぶつけて黒根できたって言ってたけど、気づいたら標準語に染まってるな。サリの男前が見れたんで大満足、よかった。みんなサリの魔球種はどうでしたか。あくびが出ちゃう。口内炎の薬あったかな。実家かな、こっちで買ったっけな、忘れちゃったな。実家だわ、こっちで買ってないや。よいしょ。口内炎の薬ってさちょっと甘いよね。こんばんは。こんばんは。今日楽しかったな。なんか舞台ってやっぱいいよね。なんかねゲネをねマリアちゃんが見に来てくれてたんだけど、あの明日ねマリアちゃん初日なんですけど、キスバイエートハートチームなんで、マリアちゃんがゲネ見に来てくれてて、なんかすごい長文で LINE くれたの。なんかすごくなんか良かったことみたいなの、そうなんか上から目線みたいになっちゃうから送るか迷ったんだけどつってさ、そうなんかいっぱい来て書いてくれて、全然上から目線だとは思わないし、マリアちゃんすごくそのもういろんな舞台引っ張りだこのさ売れっ子女優さんだから、そんなマリアちゃんに褒められてってなってる。鼻の下伸び伸び嬉しいね。あとね横道ちゃんが今日見に来てくれてて、横道ちゃんからも長文できた。そうサイリンっつってよかったよってなんかすごいいっぱい来て、え嬉しい。あとね松本恵子さんからも長文できてたし、みんななんか連絡くれたな、なんやかんやでありがてえ。サリーのことしか考えてなくて今日の入れ替えメンバー最後まで誰だか分かんなかった。今日の入れ替えメンバーはゆいゆい、はつか、りんりん、ももちゃん、ひだちゃんかな。ホスチームはそのメンバーです。こんばんは。17期のことは話してないんだよね。なんか挨拶くらいはした。なんか今日見送りはさ17期の子がさあのやってくれたからさ、なんかちょうど見送り行きますよみたいな時にさちょうどさ近くにとか行ってらっしゃいって言ったけど、なんかお話はしてないな。カレンちゃんとかね話してるんじゃない、一緒に前座やってたから今日、キアラさんの妹さんと。いや、ね、これ言っていいのかな、なんかさ、いや分かんない、これ日替わりなのか分かんないんだけど、前座のね曲中のセリフがマジで面白くてさ裏で大爆笑してたんだよね。そのキアラさんの妹さん、あかりちゃんだったかなとカレンちゃんが2人でユニットやってたんだけど、前座でめっちゃ最高だったんだよな。さやのツボだった。マネージャーさんと2人で大笑いしてた。私でそう音楽が流れてて自分たちの声が聞かえ、アイリちゃんか、あかりちゃんじゃなかった、アイリちゃん、ごめんなさい失礼しました。めっちゃおもろかったんよな。ゲネプロではめっちゃ滑ってたけどね。本番どうだったんだろう、笑いが取れてたのか分かんないけど、
さやたち裏でさやたちはめっちゃ笑ってた。さやたちはてかさやとマネージャーさんしか笑ってなかったんだけど、さやさなんかさ笑いのツボがさなんかこうちょっと年上のさ人たちと一緒なんですよ。なんかわかんないけど、だから本当にさマネージャーさんしか笑ってない時に私が笑ってるとかさめっちゃよくあってさ、今日その状態だった完全に。はじめまして、はじめまして、こんばんは。やばい、めっちゃ鼻ムズムズする。何これ何これ、わかった、部屋の掃除しろってことだ。家帰ってきたら急に鼻ムズムズしだした。今日寝る前に掃除すっか。やだ、掃除しなきゃ。明日明後日2公演か。今日もさ、まあ、今日実質2公演だったんですよ。ゲネプロがあったから。だから2公演結構体力消費えぐくて、さやかちゃんびっくり。さやかちゃんびっくりですね。でも今日一番しんどかったのは絶対Mステに元カレですで駆けつけたメンバーやと思うから、弱音は吐いてられない。今日ね兄ちゃんがねなんかメムステ見てたらしくて、なんか帰ってる途中に兄ちゃんから連絡が来て、そうセンターの紫の髪の子誰って LINE が来て、本田ひとみちゃんだよっつって、エイトの子だよっつって、こんな子いたっけって言うから、あの韓国行ってたよっつってなんか説明したんだけど、そうだから多分雰囲気変わってたからさ、その多分その韓国行く前のひーちゃんは多分知ってるけど、そう雰囲気変わってたからね、なんかびっくりしたんだけど、なんかその後さやかはいつ出るの？出れなくて、いやーちょっと M ステはちょっとハードルがものすごく高いかなっつって LINE した。そうちょっと M ステはちょっとめっちゃおもろかったね。勘弁してと思って、まあちょっと兄ちゃんさんのこと好きなんでね、しゃあないです。こんばんは、ちょっと待って勘弁。ちょっとさ踊れるようになったよ。なんだっけ、テレテテテテレテテテテレテテテテテテテレテテテテレテテテテレテテ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 無視するわけにもいかなくて元気なんだからガラガラだかって何何だからだから、君の肩慣れ慣れしく抱いてるのは誰だ、元カノっていつまで返却可能だから、何だって話じゃなくてそんなこともあるよなってことで意外に忘れてないもんだね、わだかまりだってね、意外と取れるようになったのよ。まあ今全然上半身しかやってないからみんな踊れてるのかどうかよく分かってないと思うけど、殴りあって殴うん殴りあって決めようか、恋の着地点い俺からだっけ、言い出せばドンビクスよね。それをいいとって言わなくったって一度聞かされた君のアンサー、You are my、 いい曲だね。ね、前より振りが増えてるでしょ。まあ、今日ね初めて8人元カレですの8人バージョンをキスバイエイトで披露しました。まあ私は出てないんですけど、まあ私は出てないんですけど、エイトが8人バージョン
初披露、これが今回やったやつがフリー V になります。8人バージョンのイエーイ、さえは出てないけど。待って、マジで鼻詰まるこの家、やだ最悪。8人バージョンは劇場でもやるのかな、どうなんでしょうね。でも18日に発売だから、なんか発売したらいつもみたいにやりそうですよね。いつも公演だと最後にやるもんね。舞台楽しかった？楽しかった、とっても。あれ、もうさ15分経ちました、もしかして。それテロップ見逃したわ、もしや。もう経ちました、じゃあ終わりにしようかな。明日早起きなんですけど、お洗濯 しなきゃいけないし、お風呂もこの後入るし、お部屋の掃除もしなきゃいけないので、早めに終わりにします。ランキングを見ます。13位マサトさん、ありがとうございます。12位ピアノマンさん、ありがとうございます。11位カボチャ先生、ありがとうございます。10位黒ギツネさん、ありがとうございます。9位ラピスさん、ありがとうございます。8位ヤスさん、ありがとうございます。その後タイムキンケイさん、ありがとうございます。6位ももちゃんママさん、ありがとうございます。5位ヒラリンさん、ありがとうございます。4位ともっさん、ありがとうございます。3位ツナちゃん、ありがとうございます。2位キャロンさん、ありがとうございます。1位はトメさん、ありがとうございます。イエーイ。8日目って出てて、おありがとうございます。ということで、みんなまた明日も来てくれるかな。いいとも、はい、よく聞こえました。みんなありがとうございます。また明日、おやすみなさい、バイバイ、良い夢を。またね。